ないわ、それはないわです。アイテム番号 SCP-710-JPJ、 オブジェクトクラスアチョ、特別収容プロトコル。 SCP-710-JPJ を記した巻物は収容ロッカーへ施錠して保管します。 A から C クラスのあらゆる職員は門外不出の SCP-710-JPJ を記した巻物のコピーを自由に入手することができます。収容環境または危険なタスクに対する職員の生存率の向上のために、SCP-710-JPJ の習得が推奨されています。許可を得た職員は就業時間のうち1日3時間までを SCP-710-JPJ の訓練に費やすことができます。また、職員はそれぞれの作業着や白衣の代わりに道着を着用することが認められています。説明。SCP-710-JPJ は科学的根拠に基づく財団秘伝の都市武術です。科学的に証明された技と体系的なトレーニング法が確立されており、現在では多くの財団職員が日々訓練を積んでいます。また、現在でも研究が行われており新たな技が開発されています。当初、財団職員の博士が独自に科学的見地から有用な見技をまとめていました。19、都市、B クラス30人の脱走が発生した際、博士がたった一人で、SCP-710-JPJ を用いて暴走を鎮圧しました。この功績により SCP-710-JPJ が財団内部で広く知られることになりました。最初は多くの研究員が SCP-710-JPJ に懐疑的でしたが、後に SCP-710-JPJ の術理が科学的に証明され、非科学的性質はないことが認められました。以下は SCP-710-JPJ の技の抜粋です。強振パンチ。強振現象を引き起こすことでより硬い物体を破壊する。強振頭当て。手を振動させて音波を発し、強振現象で離れた場所にある物体を破壊する。テレポ胴当て。量子もつれ現象を用いて離れた場所にある物体を破壊する。爆風キャンセリング。聖剣突きにより発生する衝撃波の波形を爆風と合わせることで、衝撃を相殺する。確率論的回避。確率的に軌道を予測することで銃弾を回避する。量子歩行。特殊な歩き方でトンネル効果を発生させ、壁をすり抜けたり物体を回避したりする。インタビュー記録 710JP-J20 新しく財団に雇用された。博士が SCP-710JPJ の存在を執拗に否定しました。何らかの記憶影響、ミーム汚染が考えられるために、博士へのインタビューが行われました。対象、博士。インタビュアー、研究員。録画開始。博士、どうしてあなたは SCP-710-JPJ の存在を否定されるのですか？こんなことはありえないからだ。SCP-710-JPJ の技はすべて科学的に証明されており、疑う余地はありません。あなたも資料をご覧になったでしょう？あんなものへ理屈だ。確かに固有振動数の求め方は合っているが、物体の重さやバネ定数を目測で調べることなんて不可能だし、人間が正確に 10Hz の打撃を打ち込めるわけがない。強振パンチ。研究員が 115Hz の打撃を打ち込みデスクが試算する。5秒間の沈黙。ええ、実際にご覧になってもまだ信じられませんか？嘘だ。まだオカルトの方が信じられるぞ。オカルトではありません。そんなものは敵対組織に任せておけばいい。我々は科学的知識に基づいて仕事をするのですから、あなたもここでのやり方に慣れてください。こんなの、私は信じない。窓ガラスの割れる音。
直後にエージェントが飛び込んでくる。大変です。カオスインサージェンシーが攻めてきました。機動部隊で鎮圧できないのですか？それが今回の連中はなかなかの手だれで、しかも SCP-710JPJ 伝承者を名乗る一人は、レベル4の職員でも太刀打ちできないのです。まさかそんなはずは。とにかく加勢をお願いします。わかりました。博士は危ないのでここで待っていてください。割れた窓ガラスの向こうへ飛んでいく。研究員及びエージェント。一人残される。博士。録画終了。